はーい森かです。丸の内サラリーマン、えー、毎日外食ランチ生活ということでやっております。ちょっと昨日にもうなってしまうんですけれど、東京駅隣接、日本橋口っていう出口が、マイナーな出口の近くにある、えー、トラストタワーの28高9階にある、ナダマンさん、高級日本食ですね、に、えー、ランチ行ってきました。パチ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 。ここあの僕 僕、トラストタワーの隣のところで働いていて、4年ぐらいいるんですけど、えー、まあ、高いのと時間かかるんじゃないかなと思って、えー、なかなか行ってなかったんですけど、今日、あー、昨日か、あの、意を決して行ってみました。結論的には、あの、サラリーマンランチで普通に行けますね。休み時間1時間で、えー、30分ぐらいで、あのー、注文して食べて出てこれる感じです。こう コースだとちょっとわからないんですけれど、コースとはあの大きく定食に分かれていて、メニューとしては。で、一番安い、えー、と、なんか、そばとかうどんとか、えー、まあ、あと、なんか、牛を焼いたものなんかを食べて、4800円税抜きで、えー、なんか、税金とサービス料込みで6000円。ちょっと2人で行ったんで1万2000円ぐらいで、いや、ちょだいぶ高いんですけど、 まあ、メッシ自体はまあまあ、うまいはうまいんですけどた、まあ高すぎるかなっていう感じです。で、周りは結構なんかエリートビジネスマンがランチしてたりしてる感じで、割と空いていて予約とかもうなくても普通に行けちゃうかなというところです。一番いいなと思ったのは、あの、景色がめちゃくちゃいいですね。特駅を見下ろせますし、八重洲川皇,皇居かな皇居もすごく、えー、いい感じに見えます。 あ、日比谷公園なのかなそうですね。あの、まあ、とりあえず景色がいいのが、あの、すごく、えー、テンション上がるなというポイントでしたね。ご褒美ランチで、あの、ぜひまた行きたいなと思います。森川でした。